じゃあとりあえずね、8月の3日間火曜日ですね、動画撮っていきたいと思います。昨日からね、追い切れば、連続5日間始まってまして、まあ、明後日ですね、明後日の木曜日に、重賞組まれております。マイルグランプリだっけ、内回りの戦力だと思うんですけど、まあ、ちなみに、ね、今回さえね、カースイとね、まあ、重賞トライアルなもんで結構面白いですね。まあ、今日が一応アフターファイブスター賞、まあ、短距離ですね、短距離の、一応 S3 でいいのかな、あいつは。まあ、いいや、明日はね、東京記念トライということでね、まあ一応、3歳、4歳、まあ、そうですね。まあ一応、まあ地方系、まあ南関東所属の、最強馬決定戦ですかね。で、こちらですね、一応4日目。8月5日の、木曜日ですね。追いけば、開催の仲間を目にして第一競争です。ごめんなさい、こっちか。重賞東京スポーツ杯第28回マイルグランプリ競争 S2 距離 1600m、12頭にて争われます。では行きましょうか。1番、セイバリアント、和田ジョージ55、2番キングガンズランク本橋光太57、3番グレンテント、バカタイト57、4番サンロアノーク今野忠57、5番ドーバー中原大成57、6番ワークアンダラブバカガーツワサ57、7番コパノジャッキー山崎誠二57、8番、生きる馬肉2号、矢野孝之57、9番マーセインディハリタアキラ57、10番モジャナフレイバーマシマデスキ57、11番、ベンチャン小僧って、あ、岩手の子か、いつ来たの。そうですね、あれがち岩手の子に関しては間違ってないですけど、長期休養明けか、一応盛岡、ごめんなさい、同栄時代か、同栄の、いや、正しく言えば、盛岡所属で、北東杯、北海優勝勝って、ダービーグランプリ、5着馬か。はぁ、あれなんだ。岩手馬って、北海ダービー出れるんだ。一応最後、12番がドリームキャラリー、藤田亮で57。とりあえずですね、一応、まあ、豪華メンバー集まりましたね。重賞勝ち馬だけでも、まあ、約半分。そうですね、これ注目の選手ね。しかも、負担重量も57の S 止まりなんで。これは完全にそうですね、面白そうっちゃ面白そうか。まあ、負担重量はあれなんでね、まあ、伏兵が来るか。まあ、有力馬がそのまま来るか、当然見ますね。というわけでじゃあ行きましょうか。まず1番の、セイバリアント。セイバリアント、これなんかちょこちょこ見たことあるんですけど、確か前走か前々走ぐらいか。いや、普通に違った。JRA からの移籍馬か。一応、去年の、ごめんなさい、先月の6月、ごめんなさい、2ヶ月前か。まあ、一応、日野特別走って、まあ、こちらに移籍か。まあ、JR 時代はそうですね。一応、まあ、掲示板入選も、ちょこちょこしてますし、まあ、一応、前走が8馬身近く。で、その前が4馬身、5馬身、7馬身。接戦5馬身、まあ、接戦。そんなにまずの JR 時代はちょこちょこ話されてますけど、まあそうですね、一応5馬身圏内、まあ、勝っちまうから5馬身圏内なんで、まあまあまあって感じか。まあ一応東京の1006、そして中山の1008、まあそうですね。まあ重賞はこれが初挑戦か。そうですね、なんでしょうね、まあ一応。おととしも、まあ、ちょっと着地的にはね、0秒、まあ、0秒多いんですけど、2秒さんが、まあ、ちょっとあったりと。まあ、この辺は騎士の腕なのかなって感じなんですけど、まあ、吉田豊で一応、そうですね。まあ、吉田豊が乗ったのここ、まあ、一応、追い込みが効かず、まあ、2番人気であれはあるんですけど。そうですね、そんなに印象的には悪くないですね。やっぱり中山の1008、行きますし、東京の1600こなせますんで。まあ、そうですね。ただ、勝ち越し的には、まあ、一応、500万が1000万ってところか。そうですね、だから1000万、下手だから500万クラスってこともありえんのか。あ、ごめん、500万くらいですか。新馬戦、あ、ごめん、未勝利買って500万。ただ、チリも積もってるんで、一応、5歳で、いくらですか。まあ、どこまでね、あの、コバ相手に通用するっていうのはありますけど、まあ、個人的にはそうですね、追い込みで打ってみてって感じか。まあ、打ちを返っちゃったんでね、それがどうなるかっていう感じはしますね。赤ペンがない。追い込みで打ってみましょうか。で、2番が、キングガンズランク。これも重賞は久々なのかな。去年なんか、名古屋かなんかが取り消しになったレースで見た気がするけど、そこでもねえか。一応、おととしおうちグランプリで5着、まあ一応そうですね、重賞はもう久々か。一応 A2B1、まあ、下のクラス相手に、まあ、勝って2着、2着、1着と、まあその着差もそうですね、問題ですね。まあ接戦2馬身、1馬身、3馬身圏内。まあまあ面白いでしょう。
一応、3年前には京成杯グランドマイルズも勝ってますからね、逃げて。フリオパーから。まあ、そうですね、一応、あと、まあ、3歳児の、JR レコールも勝ってますし、まあ、戸塚記念も、まあ、3馬身圏内の2着馬。そうですね、そんなに悪くはない気がしますね。まあ、ただちょっと落とし的なものを考えるとね、まあ、この辺がそろそろ、まあ、最終戦には、まあ、そうですね、重賞は、うん、まあ、感じなのかな。一応、日吉オープンで、まあ、そうですね、4番手から伸びきれず6馬身ですからね。うん、まあそうですね、2000は無理だとしても、まあその後の A2BG、船橋で、まあ追い込みで、まあ5馬身圏内。そうですね。まあこの馬自体は、まあ一応去年あれか、3月で今年1月まで長期休養か。まあだからこの2019年も、まあちょっとなんかちょくちょく長期休養かな、長期休養。まあでも馬体重が面白いですね。543キロ出して、増減の力のマイナス2ですからね、休み明けでも。うん、まあその点においてって感じなんですよね。まあ一応7月15日の走ってなんで、まあローテーション的にはまあまあギリギリというところにはなりますけど。そうですね。まあ一応前日を船橋の準優勝、まあ逃げて、一応まああれなんでね。そうですね。まあ一応先行になるんですかね、一応データ的には。まあ、追い込んで一応5馬身圏内というと、まあ一応でも客室的にはそうですね、自在って感じはしますね。まあ内回りの戦力なんで、ね、その点でちょっとどういうレース展開になるか、その辺はちょっと見ものかなと思いますね。3番グレンセント。シルクでいいんだっけ？あ、そうですね、シルクレーションですね。一応、ネオニバースのキングワンボ。前走、オープン戦で1着、その前が、まあ、京成グランドマイルズ4着、富士の湯記念3、ホージグランプリ3、ゴールドカップ2、サンタネトロフィー2、スパーキングサマーカップ、まあ、コロナの影響、代打で1と。まあ、そうですね、まあ、一応、去年の、川崎マイラーズから、そうですね、一応、まあ、綺麗に、掲示板もちゃんと取ってますからね、重賞でもきっちりと。ただ、やっぱり前走なんですよね、評価的には。4番手から伸びきれずの、まあ、着差的なんですかね。まあ、勝ち馬が、まあ、あれだからしょうがないっしょ、気がしますけど。うん、そうですね。まあ、もう都市的なところあるんですかね、やっぱり。個人的な、そうですね、やっぱりそういう言い方にはなるんですかね。同じ、まあ、58期のカジノ本店からぶわーすからね。その点においてって感じなんですよね。まあ、一応、最後に勝った重賞が去年の S3 なんでね。まあまあ、その点においてって感じはしますけど。まあ一応サンタネタドルフィー、まあ、追い込んでも6着、まあほぼ同じこの競争。そうですね、まあ同じレース展開で6着。まあ浦和も一応追い込んで4着と。あ、ごめんなさい、2着か、4馬身圏内。だそうですね、そろそろこの子、まあ先行もできますし、追い込みできますけど、まあそろそろちょっとって感じは、そうですね、しますかね。まあ一応勝ってるレースが正直に言うと、川崎の1600のしかも、まあ両方とも S3 なんでね、その点においてだから、まあまあって感じなのかな。一応本命にしましょうか。で、4番がサンロアノーク。なんか名前は見たことある気がするけど、気のせいか。そうですね。まあ一応サンタンタルトフィー、去年がまあ出てるぐらいか、見てるんですよ。あとはまあ JRA から来て、まあ上がり馬か。そうですね。まあだからサンタンタルトフィー、去年の見たときには成績良かったけど、まあ明らかにぶっ飛ばれたって感じの馬か。まあ、それ以降オープン戦でホイ、でホイホイ、で北海道使ってもホイホイなんでね。正直、除外しましょうか。まあ、勝ちレースがこの子自身は1400、まあちょ、まあ一応、まあ A2 クラス、B2 クラスの時は、まあ、1600ですけど、ただ直近見ると、まあ前走逃げてトライアルで2着。まあ接戦で。そうですね。まあただ一応勝ちタイム的には1分39秒ですと、ちょっとタイム的には物足りないのかなって気がしますね。まあ不良馬場で1分39秒だったら、まあ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 ですけど。そうですね、個人的にはどうなるか、まあ見ものかなと思いますね。で、5番がドーバー。まあ一応中原大輔。まあアドマイオンさんからの父が、まあ外場か。一応、まあ南関東来てから、まあ約この1年、そうですね、中2で使って、ごめんなさい、中市か。中市使って、一応、そうですね、中2で使って、で、中1使って、まあ、本の使い方しますけど、東原清志で全滅を。まあ、乗ってる騎手が6流ですからね。もう5流通り越えて6流ですからね。今年だって2桁勝ってないんじゃないの、この騎手。ですな。そうですね、もうちょっとまともな騎手に乗せることもお勧めしますって感じですけど、まあ、これは無駄なエントリーですかね。除外しましょう。まあ、この子がドベ取らなかったら、それは奇跡っていう感じですかね。6番、なんつうのかな。川崎で、内回り失敗ってやつか。あ、ごめんなさい。逆走一歩手前か。どれだっけな。これか、去年の5月、川崎マイルズで、まあ、
スタートちょっと失敗しかけて、でそのまま逆走しようとして、まあ、脳研食らってますけど、まあ一応その後サンタントゥーフィー、去年買って、まあ一応隅田オープン買って貸し上げねえあれで、まあ川崎マイルドと。一応そうですね、まあ去年の、まあ一応このマイルグランプリに関してはガス欠してますけど、ただきっちり勝ってますからね、まあまあ一応そのまま直行して。いやそうですね、意外と面白いのは同じレースを、まあこういう使い方っていうのも面白いですよね。まあそうですね、こちらも一応、本命にしましょうって感じのますかね。逆に言うと、この子の場合あれだよな。マイルグランプリは強いけど、って感じなの、どっちだ ?2 年前はマイルグランプリ勝ってるけど、サンタントルフィーか。てか、あれだな、2年前ずいぶんマイルグランプリ、遅かったな、10月。そうですね、去年が一応、まあ7月の、まあ、29なんで、まあ一応、そうですね、まあまあ1週間ずれてるんですけど、まあまあそんな感じか。7番がコパのジャッキー。これは山の台だかな、そうで、あ、そう、森タイトか、森タイトの台だっすね。ああ、でも、サンタントルフィーで考えると、まあ、矢野パンと準備ですね。まあ、JR8、うわ、すげえな、こいつ。ああ、なるほど。南関東、まあ、デビューしてダメで、まあ、園田使って、で、賞金加算し、南関東持ってきて、また JR8 使って、交流戦で勝って、まあ、出戻りって感じか。まあ、一応、そうで、去年、2ビーチ、上のクラス相手に、まあ、2馬身。で、その後、下のクラス相手に勝って、定量戦、まあ、勝ってトライアルもきっちり勝って、で、本ちゃんちょっと失敗して、まあ、5馬身圏内、で、その後も失敗してって感じか。で、その後はまあ、そうですね、きっちり先行勝ち、で、3頭トライアル勝って、本ちゃん3着、で、ゴールドカップ一応5着、オープン戦2着、で、ホーチグランプリが、まあ、4着か。で、一応前走、まあ、トライアルで3着きっちりと。まあ、そうですね、一応トライアルに関してはこの子めっぽう強いですね、マイルグランプリ勝って、3頭リーダー勝ってと。まあ、ただちょっと本ちゃんがね、いまいちって感じがしますんで、まあ、その点がちょっと。まあ、どこまで、持ちこたえれるかにはなると思いますけど、そうですね、一応放置グランプリも、まあ、4馬身圏内の4着ですからね、まあまあ悪くはないと思います。一応今回この子は57か、あ、間違えちゃった。そうですね、まあ、57が、まあ、どこまでいけるかって感じにはなりますかね。57だってやっぱこれなんですよね、 B1、B2、まあ、下のクラス入って、まあ、あとは、A2 クラス、まあ多分これ悪か、超ハンデ戦になるのかな。 A2 ゲまあそうですね、A2 ゲの上半戦か。まああとは一応去年のトライアルか。まあそうですね、一応ただ 58.5? まあこれの、あ、ごめんなさい、58か。58の、まあ一応ゴールドカップで、まあまあしょうがないとしても、そうですね、逆にこの子よく58背負いましたね、ゴールドカップ S2。よく、本当にそうですね、S2 でこの賞金、まあこの着順でって感じがしますけど、そうですね、まあまだ重賞未勝利は。そうですね、まあまあでも一応まあそうですね、一応まあまあ一応人気の一角、まあそうか、一応まあ今回、まあ、キングガンズラック、グレンツェンと、そして、ゴミ生きる馬肉2号、モジアナ、弁天こといますんで、まあまあ一応多分7番人気、8番人気圏内ではまあ面白そうな馬だと思いますんでね、まあその辺を一応伏兵としてどう見ていくか。まあもっぱら岩手の芝をまくり勝ちした、まあ今回は山崎選手とかね、その点において面白いですよね。まあゴールドアリルタンク、ティンバーカントリーで、まあこういう言い方していいのか分かんないんだけど、まあ山崎英二騎手ってどちらかというと JRA の馬主免許を持っている冠名の馬って結構強いんですよ。まあ重賞で見るとちょっと話が違うかもしれないけど、まあ一般的にはシゲルブルベアで、一応岩手で勝った、ロードクエスト、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、ロードクエスト、まあ一応オーナーさんが、中村久美さんって方、一応これ確か、どっかの牧場の生産者プラス、ロードホースクラブっていう、なんかその、なんつうの、わかんねえんだけど、口生まれして言い方でいいかな、まあ、なんかその ロードホールスクラブかなんかの代表なんで、まあ一応ロードは冠名だとし、GRA の免許。って考えると、まあまあ、あるんでね。まあその辺においてだからちょっと、まあどうなるかって感じなんですよね。個人的には結構ね、なんだろう、GRA のマニスさんの馬が強いかなっていうのがあくまで俺に知るんですよね。そう。まあその辺に関してはどのかあるんですけど、まあロカワ通りに関しては一応お父さんの馬ですからね。まあちょっとこの人に GRA 免許あるから俺ちょっと知らんでほしいですけど。うん、そうですね。まあまあ。まあ、個人的にはそうですね。まあしかも、どちらかというと、がっつり逃げる馬っていうよりかは、個人的には差し馬が強いんで、その点でちょっとこの子は完全に前寄りの馬。そこがちょっとネックなんですよね。まあそうですね。がっつり追い込みで、まあ新金の方からバラッと追い込むで勝つかって言われたら、まあそうですね。直近この1年ちょっとのデータ見ると、まあ一応7番手ありますけど、まあそれでも中段から。で、4番手、7番手。で、5、5、9、5なんで。まあでも面白みとしてはあれかもしれないですね、個人的に。
そうですね。一応じゃあ千差し出てみましょうか。これはそうですね、ちょっと伏兵で、面白そうですね。まあまああと、冠名ってところを考慮して。で、8番が生きる馬肉にご、本命にしましょう。はい、次。9番マースインディ。カジノドライブの寝売り場ですか。一応そうですね、いい賞金持ってますね。前走3歳乗船、まあ一応3馬身圏内、ね、2着と。まあ GBC が13。そうです。あと勝島岡がまあ一応追い込んで、まあ6馬身、7馬身圏内で5着は入選と。あとは一応マイルグランプリが、3馬身圏内で6着追い込み。そうですね、一応これの3つですね、重賞は、そうですね。あとはクラウンカップが、まあ、3歳児あったりと。まあでもそうですね、完全にこの馬は本当に新狩りからの、まあまあ、下手すれば追い込みからバーっていきますよね。よく逆に前走4番手から伸びましたね。まあ確かに、その前の、まあ、3戦、まあ、追い込みで一応5着ありますけど、13、9と伸びてませんからね、ヤヤオン不良は。まあそれにおいては確かにね、まあ一応 JBC もヤヤオンで伸びきれなかったと考えてみて、まあ一応去年のマイルグランプリもそうですからね。まあ先行できるかどうかは、まあ別として馬体重がマイナス5キロか。まあ中位置ですからね、一応。まあだから勝ち毛感使って、脳剣ギリギリの超級か。このところよくギリギリですね、脳剣。まあ一応それでマイナス3キロ、マイナス1、マイナス5キロと。そうですね。まあまあローテーション的には、まあまあしょうがねえのかな。まあ一応除外しましょうか。まあハリタアキラ乗るとは言ったもん、そうですね。この馬に関しては俺はちょっと無理ですね。で、10番がモジアナフレーバー。まあ多分おそらく一番人気になるんですかね。バトプランカーチがフレンチデピティ。そうですね、6歳において賞金が1億ですからね。桁が若干違うんですよね。前走、ガセキマイラーズ、まあ一応追い込みで勝ち。で、黒船賞、まあ一応4番手から、まあ着差的には離れましたけど3着。で、勝ち毛館も3、マイルチャンピオンシップ、森岡も3と。まあそうですね、一応去年の東京大賞典がね、誰だっけ、オメガパフィームかな。あ、そうですね、オメガパフィームから、まあ、ノンコの皆さんで、まあ3着で、まあ健闘かなと思うんですけど、まあちょっとね、去年は、失敗したのかなっていうのが、まあ本音の東京大賞典なんですけど、まあそれでやっぱり黒船賞さんで、前走きっちり、まあ、ガセキマイラーズ勝ってますからね。正直言うと、この子は今年行くんですかね、金沢は。まあ、時期的に金沢が11月だと考えると、まあ、下手すればそのままこっちに、そうですね、残してっていうのもありか。ちょっと会社に行って。一応、11月頃になると、まあそうですね、サンタニタトロフィーが、まあ、3歳乗船。まあ一応浦和記念が JRA 交流で勝島館がまあ12月なんでね。まあそうですね、だからまあサンタニタトロフィー使ってるんで、まあその前が一応そうですね、ヘッドセラー日本テレビ杯とか、まあ、オーバルスプリントもありますんでね。だその点においてはそうですね、ちょっと面白いのかなっていうのがね。やっぱり8月、まああれか9月過ぎるとあれですからね、 JBC に向けてのトライアル戦っぽいのがパンパンパンってきますからね。まあオーバルスプリントは何しても日本テレビ杯に東京杯に平成プレート、そうですね。まあ埼玉新聞演館賞の距離2000、まあそれは無理だとしても、まあそうですね、現実味見るとまあ文字穴、悪くはないと思いますね。まあ金沢行ったら面白いかなと思いますけど、まあそうですね、この子自体やっぱりまあなんつうの、フェブラリーセックス、まあ去年6着、帝王賞13で、まあ東京大賞典なんで、ね、まあ G1 にはちょっと通用しづらいっていうのはあるかなと思うんですよ。まあ一応帝王賞5着ありますけど、ただやっぱりこの地方限定戦となると正直言うと、まあまあ、格闘してはね、ダービー持ってないけど、まあいいところあると思うんですよね。まあ一応先行できますし、差しもできますし。多分、フェブラリーステークス6着って、これ、地方競馬の中では最先着だと思うんですよね。だその辺においてもね、まあまあ美味しいんで。そうですね、一応先差し打ってみて、まあ人気吸って解けるかどうかは、ちょっとその辺って感じですかね。で、11番が弁天小僧。まあ一応、岩手元所属馬の長期休暇期間。一応、サウスベルさん感じがスキャターズゴールド。前走、去年の11月オープン戦で、まあ一応、線の上3着と、まあ、その前が一応京成グランドマイナス、まあ、追い込み、まあ、してもまあちょっと、まあ、5馬身圏内か。でその前はまあ一応普通に、準優勝なり、まあ、オープン戦なりか、まあ、一応2年前の京成杯勝って、そうですね、一応まああとは岩手で終わった感じなんでね。そうですね、まあ、岩手の平常中だけちょっとこっち来てる馬のはずが、そうですね、だいぶ残っちゃってますね。やっぱりなんか故障したんですかね。馬主さんはおそらく変わってない気がするんですよ、この名前見る限りは。あ、そうですね、やっぱり馬主さんは変わってませんね。じゃあちょっと弁天小僧の故障理由だけ調べてみよう。下手すりゃこいつ脳剣ギリ出てるべ。
去年の11月だから、そうですね、農協を出されてますね。ちょっと農協も見てみるか。ちょっと待ってくださいね、スマホが言うこと聞かない。とりあえず先にこっちで、データボックスから、出しながら、一応前回にいないとこっちか。いや、いねえな、ちょっと待って。一応弁天小僧、弁天小僧は、まあ去年の6月か、去年の6月頃に、まあ、船橋から大井に移籍。あとはそうっすね、まあ、個人的にはそうですね、まあ一応今年の3月には船橋の1600のオープン戦で、まあエントリーしてたっぽいのかな。いや待って、馬主が大久保一雄に戻ってるって。ってことはやっぱり1回移動してんのか。怪我理由さえ分かればいいんだけどさ。まあ一応去年の12月の勝島王冠にも登録あったみたいですけど、ただまあエントリーせずか。ちょこれにちょっと適当に見てみるか。ああ、なるほど。大久保俊って人か。で、大久保和夫か。ああ、じゃあこれは身内の可能性もゼロではない感じか。まあ一応、去年の11月、ああ、さっき12月か。去年の12月の笠松グランプリ、まあ選定はされましたけど、回避か。まあそうですね。個人的になんかぽっくり足が折れたとか、そういうのはなさそうですね。そうですね。まあだから、どうなるかか。まあ、悪くはないんだよね、個人的に。そうなんですよね。悪くはないんですよね。一応まあ504キロかな、この時は。まあ、ローテーションもこの子は、正直そんなに切羽詰まってるような、スパコン使うと疲れてるまではないですからね。まあそうですね。一応2019年から、まあ南下戦だけで見ても、まあ一応、そうですね。2018年から、まあ普通に1ヶ月で1ヶ月空いて、もう1回1ヶ月空いて、まあ普通に1ヶ月後。で、4ヶ月休んで、まあ12月使って、1月、2月、3月後。で、一応6度11で、まあ休み明けで、まあって感じか。失礼しました。そうですね。まあ悪くはない感じなんですね。ただ、どこまで通用するか。まあ一応今回、安城が、まあその後三日本騎手騎乗になりましたんで、そうですね。まあ一応先行するのか追い込み聞くのか分かりませんけど、一応先差し出てみましょうか、個人的に。まあ副兵として扱ってみましょう、今回は。弁天こそ。最後12番がドリームギラリー。これも JRA から落ちてきたわけだしか。あ、そうですね。JRA から落ちてきたわけですね。大井記念移籍抽選がパー。そして前走、マイルグランプリトライアルもまあ3馬身か。まあ悪くないですね。まあただ一応、一昨年の柏記念か。そうですね。一昨年の柏記念で一応着差的にはひどい6着か。そうですね。まあ一応馬体重で見ると、まあ去年のネギシステイクスから、今年の大記念まで、まあ全く使われずにプラス18。そうですね。まあこの子自体、休み明けは遠くない弱そうですね。まあ一応ここ、去年の、まあ遅かった、2018年か、エルムステイクスから、まあコーラルステイクス、まあちょっと休んで、まあそうですね、叩き2000名。あとはそうですね、まあ一応2017年、まあエルムステイクス G3 3着から、まあ休み明けで、まあ叩き2000名ですね、こちらも同じく。まあそうですね、叩き2000名、ただ今回叩いて3000名。
まあ確かに前走やっぱり叩き2戦目か。やっぱりまあマーキュリーカップがサンバ新圏内の4着で、柿翼の名古屋大賞典と、まあ、俺がちょっと手出してるかもしれないレースでまあいますんでね、その点で正直に言うと印象がちょっと悪いんですよね、着差的にも。名古屋大賞典で3秒6差で、柿翼でも 1.5 秒。そうですね、正直除外しようかな。安定的にも不安ですからね、まあ藤田亮、まあ除外しましょう、大外なんでね。というわけで、じゃあ生き残った結果、選定します。セイバリアントどうしようかな、55。まあ除外してもいいと思うんですよね、普通に。ただまあ JR からの2席なんで、まあちょっと今回だけね、様子見ましょう。1番セイバリアント追い込み、2番のキングガンズランク、まあ一応先行、3番本命、4番5番除外、6番同じく本命、7番センサシ、8番本命、10番センサシ、11番センサシ。一応、等数的には、8等ですね。まあ、じゃあ、ここから、印っていきたいと思います。まず、そうですね、第1本命ですね。第1本命どちらにしましょうかね。ちょっと髪が飛んじゃった。そうですね、ここは、まあ、第1本命は確実に殺したいんで、8番の生きる馬肉2号にしましょうか。まあ、死んでほしいと。で、第2本命、そうですね、まあ、まさかのこれで、あ、生きる馬肉2号じゃん、もうどうとか、矢野が乗ってんのか、確か。確か直近矢野だよな。そうですね、戸塚記念。そうですね、戸塚記念、あれか。一応、そうか。一応、プリムローズ賞から2000か。まあ、確かに、バカがまさかの、まあ、こっち取りましたね。まあ、確かに、この馬さん、あんまりいい馬いませんからね。俺が調べた限りだとね、そんなにいなかった。うん。ただ、これ、難点なのはコパロなんですよ。6番、7番。これがネックなんだよな。下手なことされると。そうか、その点もあったんだ。忘れてた。一応そうですね、6番の、どうしようかな、3番か、3番グレンゼント、まあ、ここはきっちり第2本命でいきたいと思います。で、第3本命6番の、バカガーでいいと思います。で、2番手評価、ただここ難点なんですよね。そのワークアンドラブと、まあ、コパナジャッキー、まあ、同じ前に来そうな馬で、完全にコパナか。そうですね、だから下手すりゃバカガーがこれペース目指してコパナジャッキー一発逆転っていうのもあるし、コパナジャッキーがレースぶち壊して、ワークアンドラブが、まあ、伸びきりってレースも悪くないんですよね。ただ、どっちにしろ怖いやり方なんだよな。そうですね、どっちの方が、まあ、成功法か。ただ、まあ、逆にとしたら、じゃあ、まだ同じ6歳馬でも、コパナジャッキー、重賞勝ってないっすからね。その点においては、1つぐらい重賞の花を持たせてもいいかなと思うんですけど、まあ、一応7番コパナジャッキー、2番手収集したいと思います。で、3番手をかすね。まあ、一応10番モジアナフレーバー、妥当に行けばって感じかなと思います。で、4番手をかすね。まあ、ここ悩むんですよね。キングガンズラング打つか、まあ、弁天小僧打つか。そうですね。個人的には、まあ、セイバリアントのハンデの55で、まあ、下のクラスなんで、A2 クラス。打ってもいいかなと思うんですけど、まあ、どうせなら弁天小僧行きましょうか。もっと岩手場。というわけで、3連単ですね。弁天小僧の勝ちがないとして、3番、6番、7番、8番、当番、この5頭頭で、2着に1番のセイバリアント、そして、2番の、キングアンドランク、まあ、こちら追加して、そうですね、まあ、でもどうしようかな、セイバリアント、まあ多分無理か、一応、まあ、正直にすると、まあ、生きれば肉2号と、まあ、ワーカンドルとモジアナに、まあ、コパのジャッキーいるんで、多分下手したら2着までは独占されそうなんだよな。レースで言うと、じゃあグレンゼンとかもし勝てた場合、2着はモジアナなんですよ。で、モジアナが勝てた場合、2着はそれこそ生きる場に行く2号なんですよ。個人的にね。まあ、想定として。だからね、その点において、ただ生きる場に行く多いの戦力って適正なさそうなんだよな。でも、羽田杯になると東京ダービー3着か。ただ、神田川オープン派手にやらかしたのか。そうですね、神田コップちょっと派手にやらかしましたね、6馬身。まあそうですね、一応まあまあ、でもそれ想定すると、まあじゃあ確実に6番ワークアンドラブ、まあコパナジャッキー先行馬で、同じくグレンゼントの先行馬、まあ、その中において、まあモジアナが、まあ一応鉄からも最悪が追い込みますんで、まあガッツリ花取る、まあバンテルまでもな、まあいけなくはないと思うんで、きっちり前走を見る限りは、まあ勝ち猛感もそう考えると追い込みで、準優勝のスターバースカップも追い込みなので、そうですね、その点においては下手する内回りの多い戦力も追い込んだら面白いかなと個人的に思うんですよね。
ただ内回りの1600ですからね、そこだから追い込めるかどうか。そこなんですよね。一応、帝王賞が2000、まあ、マイルチャンピオンシップ南部が、まあ、勝ち負けの先発。そうそう、こいつ自身、大井の1600は、まあ、あれか、デビュー2000目以来か、まあ、その時は逃げ切れば、きっちり9馬身か。そうですね。まあ、そうですね。一応、追い込みできないわけじゃないと思うんでね。まあ、その辺がどうなるか。まあ、一応そうってわけで、じゃあ軸はもうこれですね。3、6、7、8、10。で、3着派手に、1、2、3、6、7、8、10。一応、解明的には5点、5点、7点。まあ、こちらが妥当かなと思います。まあ、これだと解明的にはね、5点かける、4点かける5点なので、100点ぐらいか、1万円。正直そうですね。1万円だと、ちょっと解明的には、まあ赤字が、まあ順当かなって感じはしますね。まあただ個人的に言うと、じゃあ一番人気、じゃあここからは個人的な、人気予想していきましょうか。そうですね。まず一番人気、まあ妥当で10番。まあちょっと無駄金するので申し訳ないですけど。まあそうですね。個人的には一番人気に、10番のモジャーナフレーバー。2番人気に、まあ6番の、生きる場に行く。まあ生きる場に行くか、ゴミ場。で、3番人気に一応グレンゼンと打ってみていいと思うんですよね、個人的に。うん、きっちりここまでレースはしてますからね。ちょっとまあ、全然その着差がちょっとありますけど。大丈夫だと思うんですよね。まあ一応3番人気に3番のグレンゼンと。で、じゃあ4番人気にどうするかなんですよね。一応16さんは綺麗にここ打ちましたから。まあそうなってくると4番人気が、そうですね、まあ、まあそうですね、一応生きる馬肉の2号か、になると思うんですよ。で、ここでじゃあ、ケツ打つとすると、まあ、ドベ人気が簡単なんですよ。ちょっと待ってくださいね。5、6、7、8、ほい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 、9、ほい、10、ほい、11、ほい。まあ、ドベ人気は確実に5番のドーバーなんですよ。で、じゃあ、その上誰かっていうと、サンロアノーク。多分、サンロアノークぐらいだと思うんですよね。一応、前走トライアルとは言ったものの、まあ、勝ち星的にギリギリって感じしますから。一応、まあ、それかドリームキラーで、一応、元 JR。ただこちらも一応トライアルでまあまあいい成績ですからね、3馬身圏内なんで。多分今回ね、トライアルが成績、多分トライアルがそもそもクソレスだと思ってるんですよ、これ。だから個人的には、この辺の、まあ、元 JR そしてトライアル馬、全滅に近いのかなと思います。というわけで、サンラーノークがケツ2。で、ドリームキラリがケツ3。で、じゃあ一応、そうなってくると、まあ、残った、1、2。そうなってくると、まあ、ここで4番。4番人気が、まあ、おそらくなんですけど、俺としては、まあ、一応生きる場に行く。まあ、人気吸って死んでほしいと。で、5番人気に、7番のコパノジャッキー。で、6番人気に、一応上がり馬のセイバリアント。で、7番人気に2番のキングガンズランク。で、8番人気に、そうですね、8番人気に、まあ、11番の弁天小僧。ですかね、あといないの誰だ ?1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ、全部いるの待って、1、2、3、4。5、6、7、8、9、10、11、12。あれ?ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、9番がいないのか。マースインディ、ああ、そうですね。まあ、マースインディもどちらかというとドベコースの馬ですからね。ただ、まあ、一応前走、ジュライ賞で回ると。そうですね。一応、オーガスト賞の、まあ、ジェアレコールっぽいレースで勝ってますからね。多分、ジェアレコールだと思うんですけど。あ、全然違った。失礼しました。これ、完全に地方コールなんだ。こういうなんか季節的なレース入ってるやつ、個人的にこれ JR コールって偏見なんだよな。まあいいや、一応ブリリアントカップトライアルもまあその後、まあ本チャン使わずになんでね。まあそうですね、一応マースインディか、まあ9番人気にマースインディ入れたとして、多分上位人気とかはね、多分これぐらいが妥当だとは思うんですよ、あくまでも。まあ俺の予想として。だそうなってくると個人的に、まあ、7番の山崎氏が、まあ、こ多いでも勝って、まあそうですね、正直あんまり嬉しくはないけど、2着が生きる馬に行く。まあこれだったら美味しいのかなと、人気的にも。で、3着が個人的にそれこそ弁天小僧なんか来ちゃうと、まあ俺としては、なんか弁天小僧入れるの忘れてた。あれ弁天小僧打ったっけ?ちょっと待ってくださいね。あ、ごめんなさい、俺番号間違えてた。10番じゃねえや。あらってろ。1、2、3、6、7、8、10、10。あ、ごめんなさい、8等か。失礼しました。で、ことはもう弁天小僧入れると解明的には変わるんだ。サブ6で2、4、6、7点の、4点 28×5。140点か。そうですね、まあ、1万4000円となると、だいぶレース的にはそうですね。あ、ごめんなさい、6点かける5。6点かける4だから24か。120点しました。120点じゃ120点だ。
120点となると、まあ正直な話、山崎騎手勝って、まあ、嬉しくないけど生きる馬肉が2着に来て、で3着弁天小僧だとこっちと配当的にはウハウハになるのかなっていうあくまでもそうですかね。まあ一応まあ明後日なんでね、まあ注目はしておきましょうか。一応この後はどこで重賞あるんだ、それも確認しとかないと俺忘れるんだよな。ちょっと待ってくださいね。一応順番通りに並んでおかないと俺自身も分かんなくなるから、ちょっと並べて。まあそうですね、一応今年ね、下半期まさかの浦和競馬から勝ってたので、まあ正直な人とここでも一発勝ちたいなっていうのが、まあ本音なのでね、まあできればそうですね、マイルグランプリ勝ちたいですね。この後続々の2歳重賞が増えてくるんで、2歳重賞うちめっぽい弱いんで、そうなんですよ、2歳重賞だけはほんとクソほど弱いんですようちごめんなさいですけど、まあそうですね、まあしょうがないのかなと思いますけどね。まあそんなところでございますと。ちょっと待ってください、一応じゃあ次の重賞はと、そもそも次の開催がどこだか知らねえんだよ。しっけ。一応次船橋は重賞なしか。で大井でまた、黒勝杯3歳重賞行われて、まあ浦和重賞なしの川崎か。了解しました。というわけで、そうですね、今年、来週はちょっと競馬動画お休みですかね。3連休もありますし。はい、というわけでね、一応これで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。